こんにちは、貝柱です。11人の族群っていう、族群、イントネーションが迷子なんですけど、映画がね、今公開されてるんですけど、監督が白石和彌さんですよ。この映画も面白かったですよ。もうちょっとキャラの掘り下げ欲しかったな、みたいな。よく出ちゃうところがあったんですけど、面白くて。結構、重たい系ですよね。時代も時代なんで、戊辰戦争の時代ですよ。江戸幕府からね、100何十年か続いた江戸幕府がありましたよね。から、開国してくださいって来て、誰が開国するかボケみたいな。アホがっつって、で、明治時代になると。その時に起こった戦争がありますよね。もう江戸幕府とか、ふざけんなよ、やってられねえよ、新しい日本作ろうぜみたいな人たちと、これ新政府軍。それか旧政府軍、これ幕府ですよね。うらーって戦って、結局幕府が負けちゃって、で、西洋の文化がバーって入ってきて、で、明治時代になりましたと。幕末の頃ですよ。で、なんかもうちょんまげとか出せよな、とか言って。やっぱこれからざん切りしようとバーって切って、今風の髪型になり、で、その頭をバッコンってぶったたいたらさ、どめかいかって、音が鳴り響いたで、おなじみのね、あの時代ですよ。この戊辰戦争の中のね、戊辰戦争つっても、ほら、大きな戦争だったから、日本の中の。その中でもこの映画は、この新政府軍、官軍ね、バーサス、これね、読み方むずいんだよね。大越列藩同盟。読みづれー。ふぅ。の戦いの場所がありましたと。新潟とか、富山とか、でたらめに寒いところあるでしょ。あの辺の戦線がまずありました。この辺ちょっとね、映画の話する前に、ややこいんでざっくり言わせてもらいますけど、その大越列藩同盟の中に長岡藩っていうのがまずあります。だから幕府側、やだ新しい文化とかもういいみたいな、変わるの無理変えなくてよくないみたいな人たちね。長岡藩が官軍と戦ってます。で、長岡藩の他に柴田藩っていうのもあります。柴田藩は、大越列藩同盟の中にいたはずなんですが、官軍と戦わないんです。兵を派遣してくれてないの。だから長岡藩は、ちょ、柴田と。お前んとこなんで人出さないの？俺たち仲間っしょ。俺たち官軍と戦ってんだから、お前たちも兵士出すのが道理じゃないの？って詰め寄ってんすよね。で、柴田さんたちは、いや、まあ、ね、こっちもいろいろあるんですよ。はぐらかしてんだけど、それはなんでかっていうと、実は、新政府軍に就きたいんです。柴田藩。お殿様がね、若い人なんですけれども、終わってる人間性の若殿様なんですけど、家来にセンス持たして上に、それに向けてこう鉄砲を撃つっていう遊びをしてるね。終わってる人間性爆発してる殿様が、いやもういい、へとかいいとかいいから。そのうち官軍が来てくれるから、その時に願えればいいからって言って兵を出してね。長岡藩の人たちはその柴田の胸中は知らないんだよ。そういうこと考えてる。だから長岡藩からしたら、いや、柴田と。お前、わかった。そうやって適当にはぐらかして兵派遣しないんだったら、俺お前んとこ行くから。お前んち行くし。お前んち行ってさ、ほんでもしお前が兵派遣してくれないんだったら、もうお前ら敵とみなしてやっちゃうんだよ。こう来たわけですよ。こう、そう言われたら柴田藩もさ、いや、ちょ、ねえ、なんかさ、みたいな。いや、だ、兵出さないとは言ってないじゃないですか。今ちょっとタイミングがあれなんで、とか。どうしようって慌て出すわけよね。柴田藩は兵が出せない理由もう一個あって、っていうかこれが一番なんだけど、人が普通に足りないの。兵士の数が。だから、出してる場合じゃなくて、で、柴田藩は、この柴田の領土の中で戦いを起こしたくないと思ってる。どうしようってね、溝口っていうね、家老の人が、すっげえ頭悩ませてて。で、そう悩んでる間にも、新政府軍は、官軍は、侵攻してきてる。柴田藩が、の領土で、争い事が起きちゃう。はい。一旦ここまで皆さん。ややこい話かもしれませんでしたが、今そういう状態です。お話の、家中にいるのは柴田藩です。領土で戦いを起こしたくない。この状態から物語が始まります。まあ、ざっくりね。ちょっと細部、ごめんなさい。歴史詳しい人がいたら、おい、かぶせたら若干違うよみたいなのあるかもだけど、まあ、ざっくりこんな感じのニュアンスっていうことで、お伝えさせてください。はい。はい。そんな時にですね、
一応物語の主人公として出てくるのがマサっていう男なんですけれども、この人が柴田藩のお侍さんに、あの妻がいるんですけど、お侍さんにその妻をにひどいことをされちゃったので、もう妻が泣いてて、あーおいおいおいって、もう許せねえ柴田のやつ、そのお侍さんをブシュッとやっちゃうんですよね。おい福じゃーつ、弟拓真さんね、白石組によく出てるね、素晴らしいバイプレイヤーが。ぶっ刺されて、川のところにこう浮かんで、やぶかー。血だらぶかー。まあ、そんなことしたから、マサはもう捕まってさ、バーンって牢獄に入れられちゃうわけ。木をこう十字にしたところにこう吊るされちゃって、死罪ですよね。そのうちあなたは死刑です。まあ、そういう死罪になった罪人が、牢獄にはまあいっぱいいるわけですよね。処刑されていくわけ。ブシューン刺されて。で、このマサ自身も、もういよいよ処刑だと。怖いよ。ノコギリの刑じゃんみたい。地面に、こう、首から下まで埋められてですね、動けない状態で。クソデカノコギリみたいなやつを、処刑人が持ってきてですね、つまりこの首元に、二人がかりでギーコギーコしようという算段ですよ。いよいよ死ぬ、いよいよ死ぬって時に、待てーつって、パカラパカラパカラ、なんかお役人さんみたいな、待てー止めるわけです。なんだなんだ、どういうこっちゃどういうこっちゃと思ったら、柴田藩でこういうお話が動いてたんです。さっき、兵士が足りないって話しましたよね、僕。どうしよう、兵士が足りない。頭を悩ませた溝口さんは、あーって考えるわけです。これだーこれでごまかせる。さあ、聞いてください。こういう考えを考えたわけです。兵士足りないって言いましたよね。罪人を使って、死罪の奴ら使って、決死隊を組もうと。10人の罪人を引っ張り出すわけです。ちょうどいたわっつって。その10人の罪人、このマサも含む奴らをどうするかって言ったら、今度は、官軍が侵攻してきている砦の方まで派遣しようと。お前ちょっとあの砦まで行ってこいと。で、そこで一旦、官軍足止めしとってくれと。この10人の罪人と、あとそれから何人かの柴田藩の藩士ね。ほんで、私たち城の者たちは、なんとか長岡藩の人たちに協力の姿勢を見せとくから、で、長岡藩の人たちが気持ちよく出て行ってくれるまで、適当にごまかしとくから、それまでの間、この罪人の奴ら、賊軍ですよね、に、攻めてきている、侵攻している官軍の奴らの足を止めておいてほしい、この砦の方で。それで、城にいる長岡藩の人たちを、うまいことを適当にごまかしてね、協力しますよ、兵士出しますよ、つって、送り出した後に、城の人たちが、呪し上げるから、その呪しが見えたら、お前たち賊軍、そして藩士の者たち、帰ってこい。官軍の足止めはそこで終わりだ。で、城に帰ってきたら官軍の人たちが今度はやってくるから、その時に官軍に寝返ればいいでしょ。で、長岡藩の人たちを後ろから官軍の人に撃ってもらう。そうすれば、柴田藩では争うことが起きないんじゃないって溝口さんを考えるわけですよね。でもちょっと貝柱と、あなたたちは言うでしょう。待て待て。官軍を足止めしていたのは、柴田藩の、から出した、死刑囚、賊軍と藩士だよね。じゃあ、官軍の人たち、怒っちゃわないのって思ったでしょ？ね、その手前まで官軍に攻撃してきた人たちが柴田藩の人たちだったら、官軍の人たちが城についてさ、柴田藩のね、人が、ははー、新政府軍に私たちこれから着きます。文明開化万歳。言っても、新政府軍、官軍の人たちは、いやいや、っていうか、道中のあそこの砦で、お前たちの侍に襲われたんだけど、そんな奴ら許すわけねえじゃん。怒られそうなもんだと思うじゃん。ここで一つ考えよう。この足止めしている賊軍ね、砦で足止めしている賊軍の人たちは、柴田藩であることを隠そうと。長岡藩の旗を掲げてるわけですよ。身分証ね。だから官軍から見たら、長岡藩が邪魔してきたっていう風になってるから、柴田は怒られないと。そういう、もう、決死隊を作ったわけです。まぁ、あ、ちょっともしかしたらごめんね。わかりづらかった説明かもしれないけど。まぁ、あ、とりあえず柴田は裏切りたいで覚えとってもらえたら大丈夫。柴田、新世紀迎えたいって。はい。っていう理解で大丈夫。罪人側のメリットとしてはですよ。もうこの人たち死刑囚なんで、
死ぬの確定してるんですよ。だけど、この作戦に協力して、うまく成功したら、あなたたちの資材、方面にしてあげるよ。自由の身にしてあげるよって言われてる。だからこの10人の罪人たちは手を貸すことになるわけですよね。で、10人の罪人とあともう一人、藩士の方でメインキャラがね、和潮平四郎かなっていう人がいます。これが、まあ、だから罪人、賊軍たちをまとめる現場監督です。柴田藩の。砦を守るためのね。この映画の、で書かれるのはこの砦を守るため、官軍がやってきている砦があるんですけれども、そこを守るために頑張る、この罪人たちの死闘が描かれるという映画。いかにこの柴田藩だとバレないように、長岡藩のふりをして、官軍をボコボコにどうやって殺せるかみたいな。しかも官軍めちゃくちゃ多いんですよ。この砦が一個ありますよね。砦が、はい、あります。これであります。ここ官軍。官軍ここまで来てます。で、ここに橋がかかってるんですよ。一個。通り道はここです、基本的に。だから、もう最終防衛ラインがこの橋です。柴田藩としては、ここから先に官軍は絶対に行かせたくない。のろしが上がる前。だけど、官軍大量に攻め入ってきておりますし、向こうは武器もたくさん。大砲なんか。対する我々賊軍は、もう十数人の少数で大した武器も持っていない。さあ、どうやって知恵を絞って、この、苦難乗り越えますかっていうのがこの映画の見どころですね。わかりましたでしょうか？今私、このピンマイクの今ゲージが音が取れてないことに気づいて絶望しているんですが、もうこのまま動画続けます。はい、ピンマイクがどうやら接続されてないことに今更気づきました。はい、こういうことがあります、一人だと。はい、ごめんなさい、音質がだから今日終わってると思うんですけど、すいません。で、この10人の罪人たち、あ、ちなみに11人の賊軍って書いてるけど、なんで10人かっていうのは、まあ察してくださいよ。もうこれがいいんだから。ここがいいんだから。はい。この10人の罪人たち。意外とね、そうね、だからさっき言ったように、面白かったんだけど、もうちょっと深掘りが欲しかったみたいな。この10人いるんだけど、罪人が個性豊かな。意外とすぐにいなくなっちゃう人とかもいて、そういうのがやっぱね、2時間半ぐらいの尺間だと、足りないから、意外と個性が潰れてる面々がいたりもするんだけど、実は。僕の感覚的にはね。面白かった分、だからその人たちの後ろ側を見たかったな、みたいな思うところあって。意外と目立つ、映画的に目立つのは、半分くらい。って感じ。感覚。みんな素敵なんですけどね。まず主役のマサですよね。妻をにひどいことをされて、柴田藩の侍に。それで罪人となった男ですよ。そもそもマサは、柴田の侍に妻にひどいことされてるから、この柴田に協力絶対したくないんですよ。いや、それで捕まってんだから。だから、この砦の作戦の攻防中に、マサは結構最後まで逃げ出そうとするんですよ。積極的に。あんま戦わずに、こう逃げ、ガンガン逃げ出そうとして、お前逃げんなよみたいな周りに言われて、一人でもね、裏切り者が出たら、他の罪人たちの、その資材方面の約束も、なしになっちゃうっていう契約だから、他の奴らを、てめえ逃げんなつって逃げて、こんな野郎つって、こう、縛って、このバカ野郎つって、ごつんみたいにされるキャラで、うるせえ、柴田になんか協力したくねえよ。これがでもだんだんと、話が進むにつれて、やっぱ、この仲間意識というかね、しかもこの後言うけど、一人ね、重要キャラがいて、そいつにこう心動かされて、最終的に、協力するようになっていくような人間なんだけど、これいい。ちなみにかなりね、重たいというかもう心苦しい、結構結果というかね、これ史実をね、意外とベースにしてるらしいですよ。だからね、まあ結局新政府軍が、歴史的には勝ってるって、これは事実だから、つまりそれを思うと、この物語の結末的にも、明るくないことはね、つまり、映画を見ずとも、もう察することではあるじゃないですか。それのラストがもう、ぐがらーふーって。そして溝口ね、僕大好き。この人はもう頑張るんですけど、柴田のためにね。柴田が大事だから、この人は。だから、鬼にもなるわけですよ。この人管理職ですからね。柴田のためなら、鬼にも悪魔にもなります。だから、やばい決断したりとかもするからね。長岡の奴らが、なんか、城に攻め込むじゃないですか。城の奴らの、が、なんか怪しい動きをしていると。お殿様の姿は見せないし、なんか溝口がなんかはぐらかせてる気がする。詰め寄って、めちゃくちゃ怪しむもんだから、溝口は、
なんとか長岡の奴らに私たちは協力の意思がありますよっていうことを分かってもらわなきゃいけない。それで気持ちよく この城を立ってもらわなきゃいけない。どうするかって言ったらですよ、もうすごいよね、もう雨バーって降りしきる。わかりました、おー連れてこいとか言って、あーって言って、俺顔をこう隠されて、拘束された人たちがこう何人かゾロ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 って、あの、お殿様スペースみたいなところに連れてこられる、お殿様スペースね。あの、暴れん坊将軍がよく最後のところで、なんか説教食らわす場所みたいなところ、あの謎スペースにわーって連れてこられて、そこでですよ、溝口のやつがですね、こう行々しく刀を抜いてですね、その連れてこられた人たちの頭、ね、百姓が我らの進軍を邪魔しようとしてましてね、捕らえてたところなんですよ。だから長岡さんに協力できなかったんですよね、私たち柴田は。これ本当はね、柴田藩の百姓だから、働き手だからあんまり手下したくなかったけど、うん、しょうがないな、長岡さんがそうやって私たちを怪しむんだったら、もうそれはじゃあ、あの、分かって、私たちの意思をあなたたちに協力する意思があるっていうのをこれ分かってもらうしかないんだったら、こうするしかないですよねって言って、ブッシャー、でもその百姓、この顔隠された百姓たちの首を次から次にボッコンボッコン切っていく、もう血しぶきブッシャーで、安倍沢田さんすっげーもう行走で、で雨とかもバーってて、もう次から次に働き手ですよ、百姓だから。もう貴重な人員を。だから、長岡藩の人たちもさ、あ、やばいやばい。あっけに取られて、やばいことやってる。もう早く、俺たちが出ていかないと、貴重な人間の人員がいなくなるから、俺たち早く出発するぞ、みたいな。焦り出すっていう、その狂気のシーン。ブワッシュ、ブワッチーチーマみたいな。この溝口は、もう最後の最後まで、中間管理職の苦悩ですよね。最後、大好き。こういうキャラ。あと、罪人の中で言うとね、まあ、罪人みんな素晴らしいんですが、まあ、特に花火師だよね。ノロっていう男か。こいつは主人公のマサのことをですね、アニャつったなんだっけ、お兄ちゃんかと、なんかとにかく親族と勘違いしてる。似てて。それで大好き大好き、助ける助けるみたいな。花火師だから、花火武器にできるんですよ。これがだからね、もう一番のだから、こいつはキラーコンテンツですよ。ダークホースですよ。こいついなきゃどうにもなんないんだから、この砦攻防作戦。うん、防衛戦。何回助けられたことか、劇中で。花火使って敵にわーって投げて。これもう最後の最後まで重要キャラですね。あ、岡山のまねさんのね、お医者さん志望の人も良かったですね。これね、ちょっとごめん、時間が足らないから全員分言えないんだけど、あ、千原誠二さんとかもね、エロ坊主って。そう、女に何人も手を出した坊主として捕まってるんですけど、この人もこういいね。あと辻斬りしまくって捕まってる人とかいたな。大男ですよね。賊軍に入った後も手錠されてる、手の木のやつで手拘束されてる。危ねえから、何すっかわかんねえから。この人もうちょっとだから見たかったな。賊軍の中で言うとかなり好きなのがおじいちゃんですよ。この人が一番その多分強い、賊軍の中で言ったら。刀の剣術の腕もすごいし、後半で官軍とついに大乱戦になるんですけど、この砦のところで、このおじいちゃんは一人でもう刀持って、なんか向こうの官軍の方になんか強いエリアマネージャーみたいなやつが二人いて、そいつら強いんですけど、そいつに対してですよ、このおじいちゃんがふざけるなと、バイトの意地見せてやらって言って、ぶわって刀持って。バキンバキンバキン、一番多分この俳優さん自身もそういう動き、あの盾とかがきっと上手いんでしょうね。それでももうこの人が一番多分そういう切り合いのシーン多かったと思う。かっこいい。で、その剣じゃないんですよ、この人が一番強いの。剣バーってグサって地面に置いて、いよいよ二人とこう戦う時に槍をバーって持って、なんとか槍術師範何々とか言って名乗って、この槍で戦い出すっていう。ブルンブルンって、周り炎に包まれてて、とあることが起きて。ブランブランって、エリアマネージャー二人と、おりゃーって。僕はだから溝口とこのおじいさんが、この映画だって一番お気に入りかな。みんな素晴らしいんですよ、本当に。詐欺師とか、松浦さんのね、役も良かったしね。みんな良かったからこそね、もっと一人一人ね、やっぱ長く時間見たかったな、人間性。まあ、映画の尺じゃな、足らんよね。興味持ったらぜひ見に行ってみてください。
見たことある人はぜひね、あなたの感想も聞かせてもらえればと思います。じゃあね、クイボチラでした。バイバイ。